ミンミンさん、子供が WPW 症候群ですが、陸上部に入りたいと言ってます。心配です。WPW、運動はできると思うけど、もしかしてそれね、頻脈が起こるような WPW 症候群だったら、運動はどうかなってちょっと思っちゃいますね。治療できないですか ?WPW。WPW って異常な動線があるんですよ。心房から心室に道が。その道をね、焼くってことができるんですよね。もう焼いてしまえば普通の人と同じですので、全然陸上も大丈夫なんですけど、頻脈が起こってしまう可能性があるんですよね。WPW 症候群だと。しかもそれがこうね、心臓走ってて、心拍数が多くなると、そのスイッチが入りやすいんですよね。なので、そこはね、病院の先生とよく相談していただいて、決めた方がいいかなと思います。これは心配ですよね。大丈夫なんだろうけど、ちょっと心配ですよね。